おかみ連投お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果は足して5プラス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 20ぐらい20ぐらい、うん、なんかねトッププラスって気分悪いわ。いつもそうだよね、トップ引いたらもうそのままね、うん、今日はいい気分のままでっていうね。そう、うん、まあけど終盤でこの、まあ、チームはかなり安泰ポイントで MVP 争いをしているのでね、ここは戦ってもろて、トップ取ったら首位っすもん。そりゃね、もう行ってほしいっすよね、むしろ本当にね。いや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 、続けていただいてね。大丈夫大丈夫、美味しいお弁当も食べたしね、我々ね。いいですね、しかもめちゃくちゃ盛り上がったし、2戦目も1戦目も盛り上がったね。まあそこそこのね手はやっぱ入ってたんで、熱いめくり合いめちゃくちゃしてたからね。そうめくり合いめっちゃあったからね、一貫勝てなかったな。2戦目は勝てなかった、うん、そんだけ勝てなきゃ無理っすよ、どうやっても、うん。まあ、その分ね、1戦目で特大の2から1に上がる、うん、そうやな、2出品でね、はい、上がれたので、はい、まあ、今日はいいとしましょう。チャラってしましょう、チャラです、チャラ。でも20プラスなんで、2着2着と思えば、はい、そうそうそう、十分プラスしたっす、うん、はい。次回は金曜日、はい、こちらは笹塚でチームパブリがありますね、はい、堀さんが僕が行くことに今はなってます。笹塚にね、はい、どうしてなぜこんな渋ってるのかというと、うん、まあ、堀さん笹塚と、はい、人からさんがちょっと別対局の都合でいない、バレポンがね、うん、あって、おついについに火を吹く時が来ました。堀渋コンビダブルリバーからの、はい、新チーム新チーム、はい、ダブルリバー、うん、ダブルコウ君、はい、いきますか。誕生です。いやもうじゃあこれもし、うん、なんか連勝とか、うん、いや連勝そんなハードル上げなくない、うん、1-2 以上の成績だったら、うん、もうダブルリバーでなんかもう企画これからバンバン入れていく感じで、それを別に堀さんは押し付けようって。いいのそれで、2-2でもいいんじゃないの、うん、そしたら、うん、いやさすがに1-2 1はないな。1-2そうしないとだってもう明日自体が別にダブルギバーっていう感じじゃなくなるから今までもなかったんだから今までも、はい、ということでまあダブルギバーにね託してください。皆さん本当に期待して ねすごい強気なんだよね。なんでどうしたなんでそんなやる前から弱気で不安しかないけど、いやいやもう盛り上がる要素しかない、盛り上がる要素しかない。じゃあ3つぐらい言ってください。え、もう盛り上がる要素ね。シーズン終盤、うん、ここで、うん、今まで不調だったダブルリバーの復活、大盛り上がり。え、もう終わりですか。え、あとあれですよ。なんかいい感じになる。岡堀だけじゃねえぞとね、なってきますから、ね。確かに岡堀が絶好調ですからね。そうそうそう、確かに、はい、対抗しよう。確かに。まあ、これあのレギュラーはともかく、うん、今後セミ以降で、ね、それもあるからね、やっぱりサクラナイツっていうチームが爆発 していくためには、うん、ここでダブルリバーで一回やっぱり岡堀だけがきついんだよね。軸が2個あった、2個目の軸必要。そうダブルリバー云々よりも、うん、残り8戦でしょ、うん、10戦か、はい、いや、そんな変わりますよ、8戦とこの2戦いやいや、結構ある残り10戦と8戦だけど、俺ら2回打ってあと8でしょ、うん、ワンチャン俺最後の出番あるな、うん、ある、全然ある、全然ある、まあるとしたら、うん、そのダブルリバーでも成功して、う、ねうね、もう一発ダブルリバーチェックダブルリバーその時は多分保存の時だよ。セミバルキープにそう保存の場合だけ行きましょう、ダブルリバー、ああ秘密兵器として秘密兵器ここにいるのに秘密兵器秘密兵器、他にダブルリバー連投のこの3つの軸があれば桜井さんはもう圧倒的に優勝できる、隙がないから、はい、まあセミもあるんでね、はいはい、ダブルリバーの活躍にご期待ください。まあ復活はせにあかんから、ね、はい、はい、頑張りたいと思います、はい、ということで金曜日引き続き応援よろしくお願いします、はい、チャンネル登録、はい、高評価よろしくお願いします、はい。